大阪難波の高島屋で今日から始まった大北海道展。開催期間は外出需要が高まるゴールデンウィークを含む2週間で、この時期の開催は3年ぶりです。北海道といえばカニやイクラなど海鮮丼が有名なんですが、今回の目玉はこちら、乳製品なんです。ストレスが少ない放牧牛から取れたこだわりの牛乳や、十勝産チーズがたっぷりかかった味噌ラーメンなど、さまざまな形で乳製品を楽しむことができます。乳製品を推すのには理由が。消費の販路というのが大きく少なくなってしまったので、今回それを支援したいという思いから乳製品をテーマに取り上げました。ということで、今日の気になるはゴールデンウィークの新常識、はい、ミルクを飲もうということで見ていきます、はい、実はゴールデンウィーク期間中にミルクの大量廃棄が行われるのではないかと心配されているんです、うん、今何が起こっているのか業界団体に聞いてみました。乳牛にとって、最適な時期で1年で生乳生産量が最も多くなる時期です。一方で学校が連休で給食もお休みになりますし、オフィスもお休みで外食系の利用も減るということが挙げられます。まあ、そんな背景からミルクが大量廃棄されるんじゃないかという懸念があるということなんですが、はい、そもそも論なんですけども、うん、疑問が2つ出てきまして、はい、1つ目というのがですよ、ゴールデンウィークには毎年余ってたんですか。これはですね、はい、数年前にバター不足がありましたよね、うんうん、対策として乳牛を増やしていたそうなんですが、コロナ禍で外食需要が激減、さらに連休が重なったことで大量廃棄の危機が迫っているそうなんです。まあ、なるほど、まあ、納得はできるんですけども、はい、ただね、余った分は例えばですけど、うん、チーズやバターに加工して保存すればいいんじゃないかって思うんですけど、そうすれば無駄なりませんよね。そうですよね、確かに需要が減るときは保存が効く乳製品の製造に充てるそうなんですが、はい、まあ、工場の能力にも限りがありますので、全部が全部乳製品にすることはできないそうなんですね。となるとやはり飲むことが一番ということなんですね、はい、ただ中には日常的に飲まないという方もいらっしゃるかもしれません、うん、そこで J ミルクでは和食にミルクを使ってもらうレシピを数多く公開しています。和食に、はい、こちらは、はい、味噌の半分の量をミルクで代用する減塩味噌汁です。あらららら、はい、ミルクのコクがプラスされ、味噌の風味は損なわずに塩分を 50% カットできるそうなんです。ちょっと試してみたいですね。そうですよね、健康にも良さそうですよね、うん、ゴールデンウィークの新常識意識してみてはどうでしょうか。ここまで気になるでした。ご視聴ありがとうございましたけど。